うん、緑のすごいカードもちょっとなさそうなのでもしかしたらさあ、はい、始まりました。まずは本領の交換と死んだら増殖する目的のための準拠者、これがでもいいスタートなんじゃないですか。タッパーそうですね、どちらも、はい、いいスタートだと思いますね。さあ、これ宮崎さんまで出したのは、シャーガル民衆宮崎選手は設定が5枚だったのでダブマリーしてます。なるほど。宮崎選手1、2マナ、3マナとかなりいいスタートですね。お互いマイターンカードを出してこうしている状態です。今のところはそうですね、まあ、ただ一方的に殴れるのは武田さんの方なので、はい、まあ、武田さんの方がカードの枚数分含めて、うん、まあ、有利なのかなと思います。さあ、飛行とパートに交流で殴ってきました。ダブルブロック原のコンバストリック連帯そうですね、格闘じゃない一方的に与える、はい、カードなんですけど、パワーボーナーダメージ与える、はいはい、緑の、除去ですね、はい、それでかなり今のコンバットリックで盤面取っていったように見えますが、さあ赤の肝を出しますがタッパーで目的のための準拠者タップされてしまいます。かなりすごい一方的な展開になりつつありますが、そうですね、さっきのダブルブロックで22をただで殺されてしまったので、うん、まあ、厳しい展開ではありますね。さあ2体殴り続けてきます。まあ、タッパーがいるっていう都合上、はい、まあ、クリーチャーの数を少し用意しなきゃいけないので、はい、うん、まあ、1回目ブロックしないかったのであるならば、まあ、2回目も、まあ、通しても良かったのかなと思いますね、うんうん。ここはさらに相手のクリーチャーをタップし続けて全員でアタックと、うん、5点でさらにクリーチャー追加もう上ですね。プラス1カウンターが乗せると追加に乗る伝説のクリーチャーです。さあ、かなり展開は早いですが宮崎選手ここ取り返せるでしょうか。宮崎選手的にはまずはちょっと場面止めないと、そうですね、辛そうですが、まあ、ただクリーチャーで止めようとすると、うん、まあ、タッパーがいますので、うん、追放除去ですかね。追放して、まあ、増殖を行う、はい、放浪者の一撃破壊ですか。破壊して、あ、破壊か、あ、追放っすね。じゃああそこの墓地にいるのが間違ってますね。本当、あんまり関係ないと思うんで大丈夫だと思うんですけども。さあ、まずは1体除去されてしまいましたが、まあ、まだちょっとがぜん武田さんの方が場面は取れているかなというように見えますが、まあ、そうですね、まあ、クリーチャーの数も違いますし、はい、まあ、まず飛行クリーチャーがいるというところで、うん、まだまだ武田さんが有利かなと。9対20ですかね。さっき5点入ってます、ね、はい、あ、ライフ9対20なので更新お願いします。ライフ9対20です、はい、ありがとうございます。さあ3体アタック、
はキマで、7点入って2ですかね。はい、7点入りました。残りライフは2。さあここで何か行きたいところですが、そのターンエンド、これ通しますよね。通してもう一体飛行追加。あ、そうですね、飛行なのでブロックできないです、うん、はい、さらにクリーチャーを追加していきますが、これ5点ゲインしてるので6ですね、はい、なので、まあ、2ターン、まあ、猶予ができたと、うん、ただ6マナ3 3の天使が出てきましたので、はい、もう猶予がない状態ですね。4対20ですが、さあここは何か打開策があるのか、宮脇選手キマだけでアタックですね。まだ飛行がまだ2体いて、2マナで2に速攻、ね、さあ宮脇選手ライフ4、ここ3体アタックしますが、下のここは神聖なる矢ですかね、一体落としてライフに、まあ、宮城選手も手札がないのでここで投了して、はい、まずは1本武田選手が勝利出しました。第4期リミテッド新挑戦者決定戦、宮城選手対武田選手、武田選手が1本取りましてサイドボードに移ります。さあこのサイドボードなんですけど、何か入りそうなカードというかありますかね。宮脇選手の方は白赤のビートダウンですが、これ確かうまいですね。さあ今お互いデッキリスト見てサイドボードに入っています。白赤の宮脇亮介選手対白緑の武田義秀選手の対戦になっております。そうですね、もしかしたら、まあ、武田さんの方が、はい、まあ、支配の片上でドビンが、まあ、サイドボードにあるんですけども、はいはい、これがまあ受けるカードとして次後手番なので、うん、まあ、そういったものがもしかしたら入ってくるかもしれないですね、うん、まあ、ただ赤白っていうデッキの都合上結構その細かいクリーチャーがまあ横に並ぶので、うん、まあ、1体止めてもっていう考えであるならばまあ入れないかなっていう、ちょっと難しいですね、そんなにこう劇的に効くサイドボードっていうのは白緑も赤白もおそらくないので、はい、まあ、カラーリングの都合上ですね、うん、そういったカードがないっていう、もしかしたら、まあ、飛行対策みたいなのがメインボードに入ってたらそれを抜くとか、まあ、そう武田さんの方ですね、はい、そういうのがあるかもしれないですね。ちょっと全部は把握できてないのでなんとも言いませんが、あとはそうですね、武田さんの方からタフネス1のクリーチャーが出てこなかったので、はい、まあ、1点火力とか、まあ、細かい火力が、まあ、入っているのであれば、まあ、今回のそのカードで3マナで赤の火力で1点ダメージを与えて、ワンドローするっていうカードがあるんですけど、
まあ、そういうのを抜くとか、まあ、聞きづらい状況を抜いて、そうですね、まあ、少しでも聞くようなものを入れ替えるというわけですね。結構リミテッドのサイドボードっていろいろ、まあ、シールドだったら色変えたりとかいろんな戦術ありますけど、はい、まあ、ドラフトだとなかなか速度変えるぐらいですかね、やれることとしたら。そうですね、もうあるかないかっていうところからまず始まると思いますので、うん、あ、そういう、あれ色変えてますね、宮脇さん。あれ本当ですか。なんかに、うん、緑のカードが見えたですけど、タッチですかね。ミッサミッサがちょっと見えましたね。いやいや、入れて抜いてますね入れてから抜いてるんで、かなりのやり手の予感を変えてるぞと見せかけて。そうですね、はい、僕もたまにやるんですけど、うん、こんだけ返したらなんか色変わってたりとか、すごい戦略がすごい変わってるんじゃないかって対戦相手からしたら、はい、思いますもんね。基本地形、同じ基本地形入れ替えたりとかもやったりし、はい、はしますね、はいはい。まあ、割と相手がそのこっちのサイドボーディングを、まあまあ、眺めてる人であればあるほど、まあ、聞きやすい、まあ、そういったテクニックになりますね。まあ、スタンダードでも、15枚のサイドボードを、はい、まあ、60枚に全部混ぜてから、まあ、抜くっていうこと、はい、はい、まあ、そういうテクニックとちょっと似てるかなと思います。うん、何枚サイドボードを入れたかわからないようにさせるってことですね。はい、さあ、ただ第4期リミテッド新挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。準々決勝は白若の宮脇選手対白溝の武田選手、まずは1本目武田選手が取っております。ただ今サイドボードを2ゲーム目に入るところでございます。さあ、1本目はかなり白溝の武田選手が最初から押せ押せと、うん、いい回でしたね。はい、ゲームを進めていただきましたが、さあ2ゲーム目どうなるでしょうか。マリガンチェックです。さあ、どちらもキープですね。土地5枚と、はい、クリーチャーとプレインズウォーカーですか、あれは。さあ、メイク選手 2-2 速攻でアタックします。メイク選手も1ターン目ボールの執行がタッパーということで、かなり幸先スタートのように見えますそして飛行、クリーチャー追加して2速攻でアタックします。まあ、結構序盤はお互い殴り合いというか、まあ、ストレートなクリーチャー戦っていう感じですね。そうですね、白赤対白緑らしい流れですね。うん、まあ、ただこれ以降、まあ、タッパーで、まあ、3-3に育てた、はい、カードがタップされてしまうので、うん、まあ、ライフは宮脇さん押していますが、まあ、盤面では武田さん有利かなと思います。うん、なんか徐々に武田さんがこれから巻き返していくのかというところでしょうか。武田さんは戦地の金切り声でアタックします。ライフが17。3マナ間に合わせの代替、さあ、こう何選手か持ってるプレインゾーカーはややですかね。はい、赤
の発生源のダメージが上がるフェインズウォーカーですが、まあ、今の状況だと2点ダメージの方がかなり重要かなと思いますね、うん、でここで出てきましたね、はい、エアですね。そうですね、まずは3人を除去して、はい、まあ、次のターンも願わくば使いたいと、はい、ここは、まあ、マイナスに、なるほど、はい、1点されますが、まあ、2個残して、うん、ということで、さあゴマが使って出たのは、挑戦するトロールですかね、6号今の1、3で殴ったところなんですけども、はい、まあ、タッパーも一緒に、まあ、殴った方が、あ、なるほど、そうですね、良かったかなと思いますね、まあ、結局、まあ、増殖されて、はいはい、まあ、2点ダメージはおそらく食らう展開には、まあ、なったとは思うんですけども、まあ、ややが、まあ、この場合だと、まあ、残らない状況にはなったので、はいはい、まあ、1点のダメージだったために放浪者の刺激で6号除去された上にヤヤが残ってしまったと、ね、まあ、宮脇さん的にはその、まあ、1-1 のアーティファクトクリーチャーで、はい、まあ、ブロックするっていう、まあ、まあ、選択肢を取れるんで、ヤヤ、はい、まあ、はあと、この状況だと、まあ、残ってるでも、まあ、おかしくはないんですけども、うん、まあ、タッパーも一緒に行った方が良かったかなと思いますね。なるほど。今の放浪者の刺激でかなり武田さんの宮城さんかなり巻き返した感じに見えますが、そうですね、かなり大幅リードという感じですね、うん、6秒熟ったでややは残ってしまうと、さらに牙追加します。呪文食いの牙、ここでやや落とされてしまいますが、もうかなり役割を果たしたような形であります。さあもうとセンチの金切り声追加して、武田さんも盤面回復してきました。牙にアタックに向かって3体ブロック、さあここでまずはブロック順決定ですね。3点ではないシャツで、もう3点与えて、自分1枚使って2体と打ちしたみたいな、まあ、そうですね、形になりましたね。まあ、この場合も、はい、まあ、宮脇さん的には、はい、その今の 4-4 と、はい、まあ、キマどっちかを、まあ、いっぱいブロックさせて、はい、3点火力で、まあ、しゃくりに行きたかったと思うんですよ、はい、で、まあ、その形にはなったんですけど、うん、この威迫の 1-1 のアーキテクトクリーチャーが、はい、まあ、立ってる理由も特になかったんで、はい、こっちがまあブロックされてくれたらまあいいじゃないですか、うん、なので一緒にアタックした方がまあ1点稼げたかなと、はい、思いますね。割とこの体力、まあ、ライフ5っていうところの5と4の差はまあだいぶ違うと思うので、うん、まあ、ちょっとリミテッドだと1点2点はかなり差が出ることもあるので、そうですね、といった感じですかね。続いてハートリーですね。これでいい、これもしかしたらサイドインしてきたかも可能性ありますね。これで1-3が3-3、3-4が4-4扱いになって、かつ4点ゲイン、結構大きいですね。マイナス3で、はい、はい、4点ゲイン、倒されなければ次のターンも、まあ、ほぼ確実にマイナス3使うと思いますので、はい、
ライフ17対9ですかね。はい、これは先ほどかなり巻き返されたと思いきや、また武田さんが復活してきましたね。ここで44アタックの前に、さあ今どういう状況だ。44アタックに対して3334でアタックブロックしましたね。で34彦対し取りましたですが、武田さんの場はまだ33残っている状態。そうですね、あれももしアタックするのであれば11と一緒に行ってもよかったかなと思います、うん、進化の賢者で増殖しましたが、さあかなり今の盤面がまた拮抗した状態に戻りましたかね。そうですね、宮城さんもちょっと殴りづらいというか殴れない、まあ、自身の能力でタクネス4まで持ってきますので、はい、あの2マナ1さんの取りですね、うん、まあ、ライフを削ってるんで宮崎さんの方ですが、ここ見てアタックしてきましたね。さあ33と22、これは22をブロックして44にしてという感じですかね。6層の軍装がパートにアタックしますかね。そうですね、両方多分パートに行ってますね、はい、パートにのカウンター残り2、まあ、ここからその無駄配となる土地も増殖に変わるので、まあ、パートリーが相当厄介っていう認識なんでしょうね、宮脇さん的には、はい、うん、まあ、カウンターが溜まっていけばライフゲームされてしまうし、そうですね、まあ、長いべけば白身とのカラーのガリウリという感じになってしまいます、ね、そうですね、もう武田さん的には守っていれば勝つかなっていう感じだと思いますので、うん、しかも手の個人でプラス1カウンター乗せているので、まだ土地が増殖で大きな効果を持っていく感じになりそうですね。3アタックして入られてしまいました。ここは今ちょっとパートリー能力忘れてたんですかね。そうですね、まあ、04の壁も、あ、03の壁も、うん、まあ、33扱いですし、まあ、24の今鳥が44扱いですからね、はい、これは途中まで宮崎さんかなりいいを取っていたように見えましたが、これも形勢はかなり逆転したと言ってました。そうですね、神聖のエリアで44はなんとか除去しましたが、宮崎選手的にはかなり苦しい場面、ファートリーとすればかなり変わってくるような気もしますが、そうですね、ファートリー1回落とせると、おサウトしそう、これで何も除去がなければファートリーを、おここで除去しっかり持っていますね、ギリオンの勝利、はい、下に下げられてしまいます、まあ、そうですね、土地だったら出しますからね、はいはい、まあ、土地じゃないんだろうっていうところでしっかり除去を持っていたと、はい、さあ11アタック取ると増殖ですが、増殖先は今のところなし、対して武田さんの方高タフネスが高パワーに変わってどんどんアタックしていきます。ライフもほとんどないですよね、表示は15ですけど多分全然ないですよね。今17から6点食らって6点食らって
そうですね、畳んでますね、はい、はい、それで武田さんが後半巻き返しのして宮城さんのライフを削っていきました。太陽系リミテッド新挑戦者決定戦準々決勝、宮城亮介選手の白岡対武田義秀選手白身の対決は02で、20で、武田選手が勝利。